演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日も前回この前に引き続きこちらのネスレバラエティギフトセットからいろいろ飲んでいきます。今回まずはもう入れてあります。最初は多分これリッチブレンドっていうやつ、多分これは一番シンプルなコーヒーなのではないかと思います。ちょっと見えにくいですけど、では飲んでみます。やっぱりこれが基本なんでしょうね。これがどういう風になっていくのか楽しみです。でもやっぱり途中で入れるとこうなるな。はい、次はこちらモカブレンド飲んでみたいと思います。見た目はさっきのリッチブレンドそんなに変わらないですけど、やっぱり同じコーヒー系統だから。では飲んでみます。さっきに比べるとちょっと酸味があるな。好みが分かれる味と言えるかもしれません。まあ、自分は好きですけど。はい、続いてはカフェオーレ。これも見た目上が泡立っちゃってますので、あんまりそういう風には見えないんですけど、まあとにかく飲んでみれば分かりますね。では飲んでみます。市販されているカフェオーレとはやっぱり違いますね。甘さがないので大人向けの味、そういえば説明がつくんでしょうか。ラストはこちらフラットホワイトという品シナモンなんですけど、どれも上で泡立っちゃってるのでなかなかほら見えないですね。泡立ちは美味しいけど見せるときはちょっと欠点になりますね。まあとりあえず飲んでみることが重要ですね。では飲んでみます。そこまで白くもないですねと思いますが、まろやかさはあります。一番大衆向けかもしれません。はい、というわけでコーヒー類4種類飲んでみました。でそれぞれの感想なのですが、まずリッチブレンドはやっぱりこれが全てのベースになっているコーヒーと思われまして、特に苦すぎず甘すぎずのちょうどいいバランスの取れた中間に位置しているコーヒーだと思います。まずシンプルに味を楽しみながらこれがおすすめですね。モカブレンドはフルーティーな香りと商品説明に書いてあったのですが、そしてそのフルーティーな香りというだけで、フルーティーだからといって甘いということはなかったですね。もちろん酸っぱいというわけで、だからちょっと酸味が強かったかなと思いますね。リッチブレンドに比べると好みが分かれるかなと思いました。そうだ、採点を忘れた。なのでリッチブレンドをこちらの点数、モカブレンドはこちらの点数とさせていただきます。そしてカフェオーレですが、いわゆるカフェオレと違って無糖なので甘さは全くないですね。でもミルク感を感じることができますので、普通のコーヒーとはまた違った味わいを感じることができました。ミルク感も感じたいという方はこちらがおすすめです。ただ甘いさは本当にないので、市販されているような甘いものを期待して飲んでしまうとちょっとかもしれません。まあ、自分は甘くてもそうでなくても好きなのでこちらのテストさせていただきます。そしてフラットホワイトはそのカフェオーレよりもさらにミルク感が強くて、よりミルクを強く入れたような味ですね。なんかしつこく言ってるような気もしますが、でただこちらの方はちょっとミルクの方が強すぎたような気もしますので、調和が取れているならカフェオーレの方がいいかもしれません。反対にもうちょっとミルク感を強く感じたいという方はフラットホワイトの方がいいですね。こちらは苦さもちょっと抑えめなので、もう少し苦いのが苦手な方にも飲みやすいかもしれません。この辺りはお好みかなと思います。というわけでカフェオレをこちらの点数、フラットホワイトもこちらの点数とさせていただきます。やっぱりこの辺は好みですからね。はい、というわけでネスレのコーヒーまたいろいろ飲んでみました。あとアイスがあるんで3種類入っているのですが、ちょっと今氷がないのでまだ準備しないといけませんね。でもこれだけのために氷やるっていうのも面倒だな。何かいい手ないかな。まあそのうち飲むでしょう。なんですこれで適当になるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。